こんにちは、フルート奏者の町井愛です。今回は新しい挑戦をすることにしましたので、そのご報告となります。少し前の動画で11月26日日曜日に次のリサイタルをさせていただくというご報告をしていましたが、今回のリサイタルプログラムをすごく悩んでいたんです。というのも、来年の2024年っていうのは私のデビュー20周年の年なので、記念のリサイタルを開催する予定です。11月頃を予定しているんですけれども、今年の11月26日の今回のリサイタルですね。そこからその20周年の記念リサイタルが約1年後となるので、1年後とは言っても、できれば同じ曲はプログラムに入れたくないなと思ったんですよ。来年のことを決め始めたのって今から少し数ヶ月前なんですけれども、開催日から1年半前となると、さすがにプログラムをどんなものにしたいのかって決められなくて、もちろん今年の11月も来年の11月もお客様に満足していただきたいっていう思いは変わりがないので、だからこそ今回のリサイタルのテーマを何にするかっていうのをすごく悩みました。悩んでいる中で、今まではあの曲がやりたいなとか、あの曲お客様喜んでくれるかなとか、そういう形でメインになるような曲っていうのを決めて、そこからそれに合うような、まあ、分数の問題もあったりするので、合うような作品を演奏時間の分数も兼ねて考えてこう組み立てていくような感じだったんですけれども、今まで行ってきたたくさんのリサイタルの中で自分に禁止をしていたことっていうのを思い出したんですね。それにチャレンジしてみるっていうのはどうだろうというふうに考え始めました。禁止していたことっていうのは、リサイタルでコンチェルト、協奏曲をやらないっていうことなんですね。今まで私はピアニストと一緒に共演してリサイタルを行うことが多かったと思うんですが、そうした時にコンチェルトの作品っていうのはもともとオーケストラと一緒に演奏する作品なので、そのオーケストラのフルスコアの中から大切な音を編曲してピアノで弾けるように、そしてでピアノで弾いてもそのオーケストラに負けないようにというか、編曲されたものと一緒に演奏するっていう形になるんですね。私がコンチェルトをリサイタルのプログラムに入れないって決めたのは結構昔のことで、多分本当デビューリサイタルした時なんじゃないかなと思うんですけれども、その時から約19年間入れてこなかったんですよ、プログラムにコンチェルトを。でその時決めたのが、ピアノのパートがピアノがオリジナルじゃない作品を無理して、その本来オーケストラの音であるものを無理してピアノで演奏してもらうってなると、本来のピアノの良さっていうのが出なくなったりするんじゃないのかなっていう、そういう思いがあって、それだったらたくさん作品があるんだから、ピアノがオリジナルの作品を弾いてもらった方が、ピアノの良さもフルートの良さも、そのアンサンブルの良さっていうのも伝わるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、コンチェルトは入れないっていうふうに決めていたんです。ですがそこからまあ19年経って、今では結構いろいろなことにチャレンジしていて、昨年のリサイタルではフルート、チェロ、ピアノのトリオの編成にオーケストラの作品を私自身が編曲して演奏した作品もありました。でその作品もすごくお客様に喜んでいただいて、もうそれこそプログラムの中で一番良かったって言ってくださる方もいたぐらい喜んでいただいたんですね。ということは、若い時に抱えてしまったこだわりっていうのを一回手放してチャレンジしてみるのもいいのかもしれないなというふうに考えるようになりました。そして今回の11月26日に演奏させていただく谷中音楽ホールっていうところは、室内楽の演奏にちょうどいい感じのホールなんですね。すごく響きもいいですし、サロンコンサートみたいな感じが多分ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけれども、そうなると演奏者とお客様の距離がやっぱりすごく近いんですね。普段だったらこんな間近でコンチェルト聴くことできないと思うので、そのコンチェルトを室内楽ホールで間近で聴いていただくのもすごくいいんじゃないかなというふうに考えました。なので今回はオールコンチェルトプログラムです。かなり大曲を3曲選ばせていただきました。聞き応えは抜群だと思います。今回のリサイタルも特典付きの先行受付を開始します。この動画が公開されたタイミングから9月3日までになります。それ以降は通常の一般受付という形で販売をさせていただく予定です。この先行受付の詳細はこの動画の下にある説明欄かコメント欄にリンクを載せていますので、そちらから確認してみてください。また会場で皆さんにお会いできるのを、そして新しいチャレンジを聞いていただけるのを楽しみにしています。